の波にさらされながらも、そちこちに昔が残る京浜急行沿線の旅。それは手作りの味にも似たぬくもりが感じられる旅でした。あなたも秋を探しに通勤線途中下車の旅に出かけてみませんか。うせび泣くよ仲間だから、一面たる川崎へ、甘く優しい夜が来る、鶴見横浜三浦半島、通勤電車と若ちゃ若ちゃいるけれど、いつの間にやらはしごだけ、おしゃれな夜。